あ、ちなみにですけど、ニコ動さんの場合ね、ブランドの、ね、この画面とかで、ね、ちょっと見てもらったら、と分かるかなと思いますけど、複数のねブランドをね管理するよりサブちゃんとかね、いろいろさサードカウントとか、作ってね、その特化チャンネルみたいなのを作って、やるっていうよりはもう一つのチャンネルで一つのチャンネルで、育てていくよっていう、意味合いが、かなり強いので、そのあたりもちょっと違いとしてあるかなと思います。なんでね、こっちの方に、ね、4TV とかでアップロードしてるともね、もうニコ動さんの方はもう全部まとめて一緒のこっちの方で上げてきますんでね、その代わりタグ付けでね、そのあたりは 4TV のやつとかは分かるような感じにするような感じですね。まあ上げたやつとか2再生ちょっと入って、一応誰かアクセスしてくれてる感じですね。10時投稿したやつね、昨日夜10時投稿したやつとかでも、はい、なんだ、あ、登録中に変わりましたね、もうすぐですね。5再生とかね、入ってますもんね。あれ、これ、ウップしてねえじゃん。あー、始まっちゃった。ウップしてからにする。よいしょ。昔はこれを、兄ちゃん用語にね、なぞらえて、あげてやる場合も多かったですよね。多くはなかったかな。あんまり多くはなかったから、マイナーな方ではあったかもしれませんけど。あげ、下げっていうね。ぬるぽがとかね。知らない。だから、なんなの若い子。ぬるぽがなんて、あんな、暇なことやってましたよね。それちょっとね、はいとかね、これはね、さすがに入れとかないとね、結構ね、不祥があったやつですからね、で、これ様子をちょっと入れとくべきなのかな、尿道鉄道を一旦切った方がいいよね。で、こっちに入れThank you.
さあ1時間半経過ですね。今10何本かな、ちょっと短いのもあったんで、ね、ちょっと数数えたのかな。1時間半90分で13本ってことなんで、10分1本ペース以上では上げれてますね。あ、もう来たな。ちょっと短いのが続いてましたからね、こんな感じ。新シリーズか。そうや、間で4つ目挟むつもりだ。50音順に並んどったね。こっちで入れるの忘れてましたね。なんで一旦ね、ちょっと非公開にして、さっきやった今ね、ちょっとやってましたけど、喋らずにやってましたね。そう、あんな感じでコミュニティ専用の動画、限定動画を作ったりとか、非公開にするっていうような設定にすることもできます。まあ、公開の場合は、ライブ配信公開であったり、そうですね、一般的な公開であったり、その、受講までのタイマー予約とかもできます。まあ、プレミア会員の場合ですよね、ということですね。お、もうできる。ここからが早いな。で、忘れん。で、この40で54番入れていきましょう。